商品デビュー専門、今日はアレスパークの提供ですね。酒井さんにレビューしてもらいます。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、酒井さん、加湿器ってどういうイメージがありますか？加湿器はなんかメンテナンスが大変とか、電気つけてから蒸気出るまで時間がかかるとか、ちょっとね、加湿したいけど煩わしさが感じる。あと汚いとかイメージないですか？あるんですよね。それがなんかこうノズル、なんか仕組みのね、問題でカビてんじゃないかとか、いろんな心配します。いつもこんなにちっちゃくてちゃんと加湿するんですか？やってみてください。電源を明日だな、挿して、をひねって、蓋を外して、水を、これこの線までですね。そうです。ミスト、あ、もう出てきたんですか？ジビン硬化のなんかスチームクリーンですね。クリーン、クリーンですよね。これだったら洗うのが楽ですよね。ね、簡単。どういう仕組みなんですか？超音波で、この水面をバタバタさせて、その力で手でバシャバシャすると大きいじゃん。はいはいはい。それを超音波でバシャバシャすると細かい水。へえ。水ですもんね。水の粒子ってことですよね。はい、すごいな。あのアロマとかって好き？好き。へえ、すごいですね。このライトも何？いろんな色に変えます。あ、変えれるんだ。何色あるんですかこれ、すごいね。7色ですね。7色と色のローテーションみたいな。消灯でしょ？はい。これがローテーション。あ、これがローテーションだ。すごい美しいな。大きい部屋だと、部屋全体を隠して、壁紙とか紙。はい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 。それもないし、場所取らないですもんね。立ち上がりも早いし、はい、仕組みがそもそも違いますもんね、超音波でやるってことはね。全部熱ですもんね。はい、すごいな。欲しい。どういうところで一番使いたいですか？寝室で。やっぱ寝室で。枕元で。はい。冬には喉痛いですか？はいはいはい。風邪ひけないんでね。はい。ということで、商品デビュー専門、アレスパークの提供でした。ありがとうございます。ありがとうございます。